サンフラワーサンフラワークロシオサンフラワークロシオは、ブルーハイウェイラインが運行したフェリー。サンフラワーとサの大船として、三菱重工業下関造船所で建造され、1997年7月1日、東京な地下津浦高知航路に就航した。船名は、高知航路を流れる太平洋の黒潮に由来する。しかし、乗客定員を従来のサンフラワーとサの、 1> 約1100人から490名と大幅に減らしたことから収益の圧迫につながり年間4億円から6億円、累積で40数億円の赤字となったことから2001年10月1日、航路廃止により定期航路から引退したが機関故障で長期離脱したスターダイヤモンドの大船として2001年10月から12月までダイヤモンドフェリーの神戸別府航路に就航した。 その後、海外焙煎され、韓国のパンスターフェリーで、パンスタードリームとなり、普山港と大阪南港を結ぶ、国際航路に2002年4月から就航した。2007年4月からは、元サンフラワー、ミトのパンスターサニーの就航によりデイリー運航となっていたが、2009年5月から元船のみの週3、往復の運航となっている。全船のサンフラワーと差と比較して、 やや小型となり総トン数は減少した。航路の利用状況に合わせて旅客定員が削減され車両積載能力が強化されている。色質力の増強により公開時間が約1時間短縮され東京高知の所要時間は20時間30分となった。船内のコンセプトは浴衣でくつろぐ船の旅で和風旅館をイメージした内装とされたほか 浴衣姿で船内のパブリックスペースを利用することが認められていた。ありがとうございます。